デビッド・エアーは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、プロデューサー。イリノイ州シャンペインで生まれ、ミネソタ州ブルーミントン、メリーランド州、ベセスダなどを転々して、カリフォルニア州ロサンゼルスで10代を過ごす。少年時代は、サウスセントラル地区と馴染みが深く、チカーノの住民たちと親交を深めてスペイン語を覚えるようになる。17歳で、アメリカ海軍に入隊し、 潜水艦の乗組員として勤務した後、U-571 の脚本チームの一人として脚本家デビューし、2005年にクリスチャン・ベール主演の犯罪映画バッドタイムで映画監督デビューする。2014年にはアーノルド・シュワルツェネッカー主演の麻薬捜査官を主人公としたアクション映画サボタージュ・ブラッド・ピットを主演にした戦争映画フューリーを完成。 2016年 DC コミックスの悪役たちが秘密ミッションをこなしていくスーサイドスクワットを制作。ウィル・スミスがデッドショット、ジャレット・レトがジョーカーを演じる。2017年ウィル・スミス、ジョエル・エドガートン主演映画、ブライトをネットフリックスで配信予定。ありがとうございます。